篠原南町にある北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は T28。電報略号はあの名。1977年の野花南駅と周囲約750メートル範囲。右が富良野方面。空地炭山を控える滝川側の駅とは打って変わり、周囲は農地が広がる。大正5年から大正8年までのわずかな期間。 富士製紙営別工場向け木材搬送用の馬車軌道が駅まで付設されていたとの記録がある。千鳥城にずれた単式ホーム2面2線と駅裏側に貨物用留置線、駅舎横の滝側側に貨物ホームと引っ込め線を有している。貨物取扱い廃止後、駅舎横の貨物ホームと引き込み線は撤去され、駅裏側の側線は滝側側の分岐が切られて、 保線用となった。さらにその後高速化に合わせ、駅裏側の側線は副本線に敷き直された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アイヌ語に由来する。山田秀蔵は、のかなんや、それに類した地名などについて、ほとんどが意味がわからなくなっていてとしているが、この、のばな,みなみについては、の館内が、 由来ではないかと推察している。なお、長田法政が、北海道江戸ご地名会で、のかなん、清弓の糸を置くところとしていることから、それをもとに、山田は、のっかーんと長田は、解釈したのではないかと推察しているが、あまり見ない地名の形で、まあ、アンとでも見るべきであろうとしている。端式ホームに面に線を持つ、地上駅。古戦橋はなく校内踏切を渡る。 無人駅、自動券売機は設置されていない。駅舎側より記載。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。